今日午後3時20分ごろ、ミュンヘン大橋の下の河川敷で煙が上がっていると通行人の男性から通報がありました。伸びがあったのは札幌南区南三十条西八丁目の豊平川の河川敷で、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、草むらなどおよそ150平方メートルが焼けました。火が出る前、この河川敷で3人くらいがバーベキューをしていたとの複数の目撃情報があり、警察はバーベキューの火の不始末が原因とみて調べています。